いわゆるそのクラブをですねこう動かす予備動作っていうのがやっぱりゴルフはすごく難しくて、どうしてもそのバックスイングで悩んでる方、あるいは切り返しで悩んでる方っていうのは、多くがいわゆる棒の先に重たい物体をついているものを高速で振ろうと思った時には跳ね上がるタイミングで引っ張り戻す。はい、で今回はですね、そのやはりクラブに正しいこう回転運動を行うためのまず第一歩、まあ、先ほどクラブを引っ張り上げるという話をしましたけども、この引っ張り上げるという部分でやはりこうなかなかこうスムーズにクラブが上がっていかない、まあ、いわゆるこうバックスイングで悩まれている方が多いと思います。やはりこうドライバーにおいてもアイアンにおいてもやはりこうスムーズなバックスイングをすることが、最もこうやっぱりこうミート率が上がる、まあ、一つの最大のこうテーマになってくるわけですけども、まあ、ゴルフクラブっていうのは当然先端が重たいわけですから、この先端をいきなりこう自分で動かすっていうのは結構やっぱり腕力が必要なんですね。いわゆるそのクラブをですねこう動かす予備動作っていうのがやっぱりゴルフはすごく難しくて、まあ、片手で持っていればですね、まあ、ヘッドを動かすこともそんなに違和感ないんですけども、両手で持ってこう動かすと、まあ、いろんなところに行くわけですね。なのでこう正確な位置に上がることが難しいので、まず、まあ、本編ではちょっとクラブをこういう運動をまあ入れてます。まあ、極端にヘッドをですねちょっと遅らせてですね、こう片手でこう素振りしてみようみたいなことを言っております。でこの最初のスタートのこのポジションの時に人間は何をするのか、おそらくクラブを片手でビュンと振ろうとした時に体を横にこう振ってしまった瞬間に、あれこれどうするんだろうっていうふうに多分頭の中が混乱してしまうと思うんですね。でこのいわゆる棒の先に重たい物体をついているものを高速で振ろうと思った時にはこうやって上げてしまうとですね、まあ、当てることはできますけども高速で振ることができません。ところがこう上げると切り返しからクラブをこう早く振ることができます。でこの引っ張り上げる動作を意識しながらボールを打ってあげるというのが、まあ、結構大事なんですけども、この引っ張り上げる動作から回転運動してボールを打つというこの動きがですねなかなか理解できないんですね。でその中で、まあ、これは教科書の中にも細かく書いてありますが、正しく引っ張り上げるためには体自体が横に回転するんではなくて、ある程度縦方向に引っ張り上げることによってクラブに高速な先ほどの回転運動が与えられるみたいなことがまあ書いてあります。でその中でその体の縦運動がどういうことなのか、これはなかなかスイングの中でこの縦といってもなかなかイメージわからないと思うんですけども、クラブをこう片手でこう振ってもらえればですね、あ体がこうある程度縦に動かした方がクラブ振りやすいなとか、まあ、同じ動きをしようとしても体を横に動かした瞬間にあれこいつどうするんだろうっていうことがおそらく視聴者の方たちも理解できると思いますので、そこら辺のそのクラブの扱い方の本質的なところが、いわゆるこの体の縦運動であったりクラブの回転運動であったりっていうところにつながってくると思います。なので、ぜひですねその最初の片手でやる場合はまあこういう感じになりますけども、両手でやった場合は最初は極端で結構ですのでクラブを引き上げるわけですから、ちょっとクラブヘッドをかなり遅らせるイメージですね、遅らせるイメージで動かしていきます。で遅らせていくとですね、当然手がどっかでブレーキがかかりますね。ずっとこのままいくのは苦しいので、その段階でポンとクラブが跳ね上がっていく、その跳ね上がった段階で切り返しをするとですね、クラブが正しい回転運動がここでなんとなくわかると思うんですね。引っ張り上げて引っ張り戻すという表現を使っておりますけども、最初はまず極端にクラブを遅らせて、そこからヘッドがこう跳ね上がる、ヘッドが跳ね上がるタイミングでクラブを引っ張り戻す、跳ね上がるタイミングで引っ張り戻す、跳ね上がるタイミングで引っ張り戻すってことをやるとゴルフクラブが正しい右回転をしてくると思いますので、どうしてもそのバックスイングで悩んでいる方、あるいは切り返しで悩んでいる方っていうのは、多くが最初のスタートが回転方向が間違えているんではないかなってことが言えると思いますので、ぜひクラブを引っ張り上げる、引っ張り上げてどっかで手とクラブが逆転するタイミングで切り返しをしてあげると、非常にスムーズに当て落としなくてもクラブが勝手にここに戻ってくるっていう感覚がかなり理解できると思いますので、ぜひこのテイクバックの本質的なところもですね、本を読んでいただいて理解を深めていただきたいと思います。本当にですね、開幕前の3月2日とグッドタイミングで、その、本質的な教科書っていう、ね、タイトルで、
週刊スパさんの連載がまとまった本が発売されます。本当にですね、ぜひ皆さん、この教科書を改めて読んでいただいてですね、まあ、本当に僕のレッスンの、集大成というか、これまでの僕が学んできたこと、かなりこう掘り下げて書いてありますので、ここの部分をですね、読んでいただくことによって、あ、ゴルフって本当はこうだったんだなと、自分が思ってたゴルフってもしかしたら勘違いしてたのかもしれないっていう、物理的な原理原則のことばっか書いてありますので、これで本当に理解を深めていただいて、ぜひ皆さん上達していただきたいと思います。